俺の名前は小川大輔。23歳で大学を卒業してすぐに竜王組というヤクザに就職した。自分で言うのもなんだが、日本でも有数の有名大学を出ている。そのため顔合わせをしてもらったヤクザからは不思議がられたものだった。しかし今後のヤクザ界では高学歴も必要だろうとすぐに就職が決まったのだ。これから竜王組のために頑張ろう、そう思って4月を迎えたが、俺を待っていたのは組のナンバー2で若頭である北村からの嫌がらせだった。おい小川、お前も今日の幹部会についてこい。ニヤニヤとした笑みを浮かべながら、こちらも見ずに若頭が言った。幹部会に俺も参加するんですか？おい、返事は決まってんだろ、いちいち聞き返すんじゃねえぞ。幹部会はその名の通り竜王組の幹部ばかりが集まるものだ。月一開催されており、その場にはもちろん竜王組の会長も現れる。幹部たちはそれぞれ部下を連れては行くが、ヤクザになって間もない俺が行っても正直やることはない。不思議に思いながらも俺は無言でうなずいた。ふん、これだから高学歴の坊ちゃんは扱いにくくて困るな。嫌味っぽく言う若頭にバレないようにため息をついた。どうやら若頭は俺の学歴が気に入らないらしい。ヤクザに入ってからは誰にも学歴の話はしていないが、おそらく顔合わせをしてくれた幹部が話してしまったのだろう。顔合わせをした幹部は若頭である北村よりも立場が低い。そのため俺が竜王組で理不尽な目に遭っていても助けてくれる人はいなかった。理不尽な目に遭ってもこれも全部親父との約束のためだ、そう思って耐えている。俺はすぐに幹部会に行くために着替えを始めた。幹部会が行われるのは竜王組会長宅の離れだ。おお、久しぶりだな。みんな元気にしているか？頭、お元気そうで何よりです。若頭を見ると誰もが立ち上がり頭を下げる。そんな姿に若頭は満足そうに笑みを浮かべて挨拶をしていく。頭、その若いのは初めて見る顔ですね。こいつか、ヤクザには足りねえ野郎だからな、勉強のため連れてきてやったんだ。はじめまして、小川と申します。若頭に声をかけてきた男にそう言って名乗ると、若頭が手を顔の前で振って笑う。名前を覚える必要はねえぞ、どうせすぐ辞めるんだ。そう言って部屋に入っていく若頭に、俺は顔をこわばらせながらついていった。幹部会で何をさせるつもりなんだろうか、不安だったがついていくしかない。和室の広い部屋では円になるように座卓が置かれている。若頭が奥の席に座ると全員が立ち上がって頭を下げた。お疲れ様です。おお、まあみんな座れや。手を挙げて挨拶をする若頭、その後ろに俺は立っている。会長が来るまで少し時間があるな。おい小川。嫌な予感がする。ニヤニヤとした顔で振り返った若頭に俺は思わずうつむいた。お前真ん中で踊ってみろ。突拍子のない発言に思わずポカンとしてしまう。若頭は俺の様子なんてお構いなしですぐに手拍子を始めた。また若頭の新人可愛がりか、よくやるよ。しょうがない人だな。周りの幹部たちも若頭の手拍子に合わせ手をパンパンと鳴らす。踊りなんてできません、やったことがありません。いいからやれよ、何でもいい。俺の命令を聞けないなら組を辞めてもらうしかないな。そんな無茶苦茶ですよ。理不尽な発言に絶句する。
若頭はニヤニヤとした顔で発言を撤回してくれる様子はなかった。竜王組を辞めるわけにはいかない。俺は覚悟を決めて部屋の真ん中まで行くと、その場で両手を上げた。そして盆踊りを披露した。踊りなんてやったことがなく、これくらいしかできなかった。ギクシャクとぎこちなく踊る俺の姿を見て、幹部や若頭は大爆笑だ。面白いじゃないか、もっとやれ。手拍子を続ける若頭に、俺は顔を真っ赤にしながら踊り続ける。同じ動きを続ける俺に、若頭はビールの入ったコップを手に取ってぶちまけた。下手くそ、ただずっと同じ動きをしているだけだと芸がないぞ。そんな若頭のヤジに、周りの幹部も同調したようにヤジを飛ばす。もっと面白い踊りをしろ。若頭をちゃんと楽しませろ。そんなことを言われても、踊りなんて急にできるものか。俺がヤジに答えることもできずに、その場で立ち尽くしていると、若頭は隣に座る幹部の男と話し始めた。どうやら踊る俺の姿に満足して飽きた様子だった。ここにいても仕方がないと、俺は部屋の隅にある付き人用の席に移動しようとした。おい、勝手にどこに行くんだ、こっちに来い。上機嫌で雑談をしていた若頭に見つかり、近くに来るように言われる。何かご用でしょうか。いいから、もっと近くに来いよ、もっとだ。のろのろと近づくと、若頭がバカにしたように笑う。なあ、お前はこいつの学歴知ってるか。隣に座る幹部にニヤニヤ笑いながら、そう話しかける若頭。いえ、知りませんが、有名なところなんですか。それがよ、こいつ丸々大学卒業なんだよ。なのに卒業してすぐにヤクザになったんだ。そう言って若頭が手をたたいて笑う。こいつを無駄に丸々大まで行かせた。親の顔が見てみたいもんだな。どうせ親もこいつみたいにバカなんだろう。なんだと、今なんて言った。親をバカにされた瞬間、母と父の顔が脳裏に浮かんで思わずカッとなった。俺のことだけならいいけど、両親までもバカにするなら後悔するぞ。何言ってんだ、親にでも言うつもりか。竜王組に入って若頭から嫌がらせを受けていますっていうのか。ゲラゲラと笑う若頭に、腹の奥が熱くなるほどの怒りが湧いてきた。こんな俺みたいな下っ端に嫌がらせをする幹部会に何の意味があるんだ。もっと会長が来る前にした方がいい話し合いとかがあるんじゃないのか。思わず敬語も忘れて怒鳴るように言うと、あたりがざわめいた。お前、誰に口を聞いているんだ。そう言うと、若頭がビールの瓶を片手に立ち上がり、俺をにらみつけながら近づいてくる。間違ったことは言っていない。若頭のしている行為は竜王組のためになっていない。俺は近づいてくる若頭をにらみ返しながら立っていた。目の前まで近づいてきた若頭はビール瓶を俺の頭上に掲げた。末端が、雑魚は黙れや。そう言いながらビール瓶を俺の頭の上でゆっくり傾ける。ビシャビシャと音がして、俺はすぐに全身ビールでぐっしょりと濡れた。はははこいつは面白い、いいざまだな。ニヤニヤと笑う若頭に、幹部の男が空気を読んだように手をたたいて笑った。ただ俺を笑い者にするために意味もなく幹部会に呼んだのか。当たり前だろ、それ以外にお前が役に立つとでも。空のビール瓶を床に投げて、若頭がバカにしたように笑みを浮かべる。もういいぞ、
この場に末端のお前がいる必要はないから出て行け。そう言って再びケラケラと笑うと、若頭は扉の方を指さした。俺はぐっと拳を握りしめながら無言で部屋から出て行った。悔しいけれど、今の俺にできることなんて何もないんだ。そうつぶやいて部屋を出てすぐの廊下に立つ。俺が車を運転してきたため、勝手に帰るわけにはいかなかった。またこんな目に遭うとは思っていなかったため、タオルも着替えも持っていない。くそ、乾けばいいけど、幹部会が終わるまでは仕方ないか。そう俺はつぶやいて、幹部会が終わるまで待つことにした。幹部会が終わると同時に、俺は若頭に無理やり手を引かれて本廷へと向かっていた。どうやら幹部会は途中で終わったようで、会長が俺を呼んでいるらしい。会長、小川を連れてきました。入れ。若頭はドアを開けると俺をにらみつける。すぐに中に入れ。そう言って俺の背中を蹴飛ばし、強引に部屋の中に入れた。突然蹴られた衝撃で倒れ込むように入室する。これは一体どういうことだ。困惑するような声に顔を上げると、椅子に座っていた会長が立ち上がる様子が見えた。こんなに濡れて何がどうなっているんだ。会長はハンカチのようなものを手に取り、俺に近寄るとそっと髪を拭った。何をしているんですか。会長の予想外の行動に若頭が不思議そうに尋ねるが、会長は若頭を無視して俺の体を起こしてくれた。立ち上がった俺の顔をじっと見て、会長は感動したように体を震わせた。君、親の名は。父親は虎之助と言います。突然の質問だったが、父親と会長の関係を知っている俺は驚かない。事情を知らない若頭は俺と会長のやりとりに首をかしげている。やはりそうか、顔がそっくりじゃないか。父親の名前を言うと会長がうつむいた。そしてそのまましばらく黙り込む。なんだ、大層な名前じゃないか。状況が理解できない若頭が空気も読めずに嫌味を言った。その小川の父親の名前が何だって言うんですか。おい、北村は俺の息子を覚えているか。静かに怒りをこらえるように会長が若頭に尋ねる。よく見ると会長の手が怒りで震えていた。急に怒り出したように見える会長に若頭は驚きながらも答える。そんなの当たり前じゃないですか。会長の息子さんですよね。直接会ったことはありませんが、幼い頃に亡くなったと聞いてます。そうだな、もう息子が亡くなって25年ほど経つな。そのことがこいつと関係あるんですか。若頭は会長の言いたいことが分からず混乱しているようだった。大輔君は私と君のお父さんがした約束を知っているのかな。若頭を無視して会長が俺に話しかけてくる。約束ですか。俺はただ組長を支えるために竜王組に入るように言われただけです。父親とした約束を思い出し、俺はそう言った。なぜ支えてほしいのか、詳細は俺自身も説明してもらったことがない。なんだ坊ちゃん、お前親の言いなりでヤクザになったのか。バカにしたように言ってくる若頭を会長がにらみつける。失礼なことばかり言うならお前は黙っていろ。すみませんでした。会長の怒鳴り声に若頭は体を小さくして謝罪した。そして会長に見えないように
俺のことをにらみつけた。俺のせいで理不尽に注意されたと思っているようだ。大輔くんが生まれる前のかなり昔の話になるんだが、私には一人息子がいてね、北村がさっき言った通り、幼い頃に事故で妻と共に亡くしてしまったんだ。そうだったんですね。当時のことを思い出したのか、会長の瞳が涙で潤んだ。ああ、妻と息子を失ったショックで、しばらく廃人同然の生活をしていた時に、君のお父さんが約束をしてくれたんだよ。約束ですか？もしもう一人子供が生まれたら、亡くなった息子の代わりにお前を支えさせる、と。その言葉が嬉しくてね、いつか来るかもしれない息子のために再び頑張ろう、そう思って今日まで過ごしてきたんだ。会長は俺の手を取ってにっこりと微笑んだ。そうだったのか。俺はなぜ竜王組の会長を支えろと言われたのか、初めて理由がわかり、思わず顔がほころんだ。つまり小川は会長の恩人の息子ってことですか？黙っていろと言われた若頭が、恐る恐ると言った様子で口を開く。ああそうだ、恩人の息子で間違いない。そして私の新しい息子でもある。俺と会長の関係が分かってすっきりしたのか、若頭はいつもの調子を取り戻した様子だ。なんだ、それなら肩着の子ですか。会長が頭を下げるからてっきり。会長に聞こえないくらいの声でそう言うと、若頭は気を取り直したように明るい声を出す。恩人だとなんで教えてくれなかったんですか。会長の息子も同然なら、俺にとっても小川さんは弟同然じゃないですか。急に敬語を話し始めた若頭に、思わずゾッとしながら口を開く。竜王組に入るときに直接親父が会長に説明したいから黙っているように言われたんです。まさか竜王組に入ってすぐ嫌がらせを受けるなんて思ってもいませんでしたからね。嫌がらせ？それは一体何のことだ？俺の言葉に会長がすぐさま聞き返し、若頭を鋭くにらみつけた。若頭はあわあわと慌てたように手を振った。嫌がらせなんて可愛がりですよ。組に新しく入ってきたばかりの新人ですから。俺が直々に可愛がったんです。どうやら俺にした仕打ちをすべてごまかすつもりのようだった。だが会長が目の前にいて話を聞いてくれる機会を俺が逃す理由はない。何も仕事を教えていない新人を幹部会に連れてきて踊らせたりビールをかけたりするのも可愛がりですか？俺の言葉に若頭は言葉を失い、さらに顔色を悪くする。お前が大輔君をこんな風にしたのか。なんてことをしてくれたんだ。すみませんでした。でもわざとではありません。ビールをかけたのも弾みでかけてしまって、踊りだって周りの幹部に顔を覚えてもらうためにやってもらっただけですよ。すぐさま若頭がその場に手をついて、言い訳をしながら俺に頭を下げる。本心の謝罪でないことがすぐにわかる謝り方だった。その横で会長も同様に頭を下げた。本当に大輔くん、すまなかった。うちの者が無礼なことをして。会長、頭を上げてください。申し訳なさそうに床に手をつく会長の姿が見ていられずに、すぐさま立ち上がってもらう。まさか、小川さんが会長の恩人の息子さんだなんて知らなかったんです。その場で土下座をする若頭が、その姿勢のまま叫ぶように言った。恩人の息子だから知らなかった。そんなこと関係ありますか？
自分の保身しか考えていない若頭を見ていると怒りが湧いてきた。え？いや、恩人の息子さんだと知っていたら丁寧に扱いましたよ。そういう話じゃありません。仮にも竜王組のナンバー2が入ったばかりの新人を気に入らないからといって執拗に嫌がらせを繰り返しましたよね。これでは有能な若手が育ちません。ひざまずくような姿勢の若頭を上からにらみつけるように見ながら話を続ける。4月に竜王組に自身の出自を黙って入って若頭の暴挙は散々見てきた。そして自分以外にも若頭から嫌がらせを受けている人が今もおり、過去にも多数いたことも分かっている。そんな、その話は今は関係ないでしょう。俺の言葉にすかさず若頭が言い返す。俺は若頭の言葉を無視して会長の方を見た。幹部会で組長が遅く来るのには理由があるのですか？ああ、私がいるとできない話があると思ってな。あえて毎回時間を遅らせているんだ。そう言って答えてくれた会長に俺は首を振った。その時間に若頭たちは下っ端に嫌がらせをしてただの雑談しかしていません。 なんだと？報告と違うじゃないか。北村、どういうことだ？俺の言葉に会長が鬼の形相を浮かべた。どうやら若頭と幹部たちは口裏を合わせて虚偽の報告をしていたようだった。いや、それはですね、上手に説明できない若頭がなぜか俺に助けを求めるように目配せをしてきた。どうやらうまいことごまかしてほしいと、そういうことだろう。まだまだ俺のことを利用できると舐めているんだな。俺が若頭ににっこりと笑いかけると若頭の顔がパッと明るくなる。他の人から話を聞きましたが、毎回会長が来るまでは遊んで過ごしているようです。まさか若頭をかばうわけがない。俺が本当のことを言うと若頭が怒鳴りながら立ち上がった。小川は、お前なんてこと言うんだ。俺への怒りからだろうが、気持ちが悪い敬語もなくなっていた。田村、お前はまだ頭を上げるな。組長、あんまりですよ。恩人の息子だからといってヤクザ成り立ての下っ端の言うことばかりを信じるんですか？ビールをかけられた腹いせにくだらない嘘をついているだけですよ。納得がいかない若頭の方を見た会長はため息をついて俺の方を向き直した。他にも何か北村に問題はあったか？はい、毎年気に入らない下っ端に嫌がらせをして辞めさせているみたいです。それに幹部たちからは評判は悪くなさそうですが、部下からの評判は最悪です。気分屋で無駄な行動が多く、組の利益にならないこともしています。正直北村さんは若頭の器ではないようです。これらはすべて本当のことだった。若頭は特に下の立場の人間に対してひどい扱いをするため全く慕われていなかった。小川、よくも知った口を叩きやがって。今年4月にヤクザになったばかりでこの世界のことは何も知らねえだろ。口から出まかせばっかり言うんじゃねえぞ。会長、こいつは恩人の立場を利用して嘘ばかりを言っています。俺の言葉に我慢ならないとばかりに若頭が噛みついた。若頭の顔は怒りで真っ赤に染まっている。ギャーギャー騒ぐんじゃねえ、みっともねえ。大輔くんがこの世界を知らないなんて本気で言っているのか？大輔くんのお父さんの名前を聞いて何も思わなかったのか？顔を真っ赤にして怒る若頭は会長の言葉がピンとこないようだ。お前がまさかこんなに愚かだとは思ってもいなかった。そんな、
片木の人間なんて知りませんよ。片木の世界の話じゃねえ。この世界で虎之助という名前は驚くほど有名じゃないか。虎之助といえば誰だ。会長の言葉に若頭が考え込む。しばらく考えた後に思い出したかのように顔を上げた。虎之助って、ああ、会長の兄貴分である虎之助組長ですか。日本で一番大きなヤクザ組織である新子組の組長の名前が虎之助でしたね。それが何か。ここまで言ってもわからんのか。大輔くん、こいつにもう一度父親の名前を言ってくれないか。会長が望んでいる言葉がわかり、俺はにっこりとした。はい、俺の父親の名前は小川虎之助です。俺の言葉を聞いても若頭はまだ不思議そうな顔をしている。ポカンと口を開けている姿がなんだかおかしくなり、思わず笑ってしまう。何がおかしい、バカにしやがって。俺の笑い声にカッとなった若頭が怒鳴る。そうだ、お前がバカなんだ。大輔くん、このバカがわかるように詳しく言ってくれないか。会長は頭を左右に振って大きなため息をついた。なぜ若頭がここまで言っても気がつかないのか、その愚かさに嫌気がさしているようだった。はい、俺の父は新子組の組長である小川虎之助です。そう、俺の父親は日本で一番大きなヤクザ組織の新子組の組長だ。この竜王組は新子組の下部組織にあたり、会長は俺の父親の弟分となる。え？俺の言った意味が理解できないのか、もしくは理解したくないのか、ポカンと若頭が口を開けている。そして徐々に意味が分かったのか、みるみるうちに顔色が悪くなっていく。そんな、小川さんが新子組の組長の息子？それじゃあお兄さんは？父が新子組の組長、兄は新子組の若頭です。俺も竜王組の組長を最後まで支えた後は新子組に戻って組長になる兄を支える予定です。新子組の組長の息子？そんな大物を相手に俺はなんてことを。力が抜けたようにヘロヘロとその場に若頭が座り込んだ。怒りで真っ赤に染まっていた顔が今度は血の気が引いて真っ青だ。こいつがこんな愚かだったとは。すぐに若頭の地位を下ろしてふさわしい罰を受けさせよう。待ってください、俺がこの地位に上がるまでどれくらい努力をしたかご存知でしょう。ああ、その努力を知っているからお前を若頭にした。だがその努力を無駄にしたのはお前だ。ピシャリと会長に言われ、ぐっと若頭が押し黙る。お前はうちの組が潰れてもいいのか。新子組の息子に嫌がらせをしたということは命を失ってもおかしくないんだぞ。下っ端になるだけで済むことに感謝しろ。同じヤクザといえど、下部組織である竜王組と新子組では立場が大きく異なる。もちろん直接的に争うことになれば万が一にも竜王組に勝ち目はない。そういえば先ほどの幹部会での発言を覚えていますか。すっかり顔色が悪くなった若頭に畳みかけるように話しかける。元気を失ってしまった若頭だが、どうしても許せない発言について問い詰めていない。確か無駄に丸々台まで行かせた親の顔が見てみたい、どうせ親もこいつみたいにバカなんだろうでしたっけ。撤回してもらえますか。俺のことをバカにするならまだしも、親のことをバカにされたのは本当に許せなかった。言葉の撤回を求めると若頭が震えながら頭を下げた。
バカ野郎はお前だ。今日からお前は下っ端からやり直せ。俺の言葉を聞いた会長が怒鳴るように言う。恩人であり兄貴分でもある俺の父親をバカにする発言を会長が許せるはずがないのだ。若頭、あの時に俺言いましたよね。後悔するぞと。撤回します。バカ野郎は俺です。本当に申し訳ございませんでした。俺の言葉にブルブルと青い顔で震えながら若頭が床に頭をすりつけるように土下座をした。あんなに偉そうにしていたのに俺の父親を知っただけでこんな風になるのか。俺は冷めた気持ちで震える若頭を見ていた。正直嫌がらせの件は腹が立っている。先ほどの屈辱も思い出すだけでイライラとする。しかし俺がこの組に入ったのは竜王組の組長を支えるためだ。つまり組の利益になる行為をしないといけない。そうだ小川さん、俺の頭にもかけてくださいよ。パッと起き上がった若頭は会長が飲んでいた湯飲みを手に取り俺の方へ突き出してきた。さっきは小川さんのことを知らずにビールをかけてしまったから、このお茶をかけてください。これで足りないなら気が済むように好きにしてください。俺はその湯飲みを受け取り大きなため息をついた。これはいりません。そう言って湯飲みをテーブルの上に置いた。それならビールですか。すぐに取ってきますよ。いいえ、俺には人の頭に飲み物をかけたいと思ったことがないので。ヘラヘラと笑う若頭に冷たくそう言うと、若頭がわかりやすくうなだれる。会長、先ほどの若頭の地位を下げるという発言を撤回してもらえませんか。なぜだ。君は北村にひどい仕打ちを受けたんだろう。若頭をかばうような俺の言葉に不思議そうに会長が首をかしげた。若頭である北村を下っ端にすれば俺にした仕打ちの仕返しにはなるだろう。しかしそれでは竜王組のためになるとは思えなかった。それに仕返しをするならもっといい方法を俺は思いついていた。ええ、でも他の幹部たちも有能な人はおらず、若頭の地位を務められる人がいません。それなら大輔君、君が若頭になってくれればいいじゃないか。それはできません。俺は会長が亡くなれば竜王組からいなくなる人間ですから。そう言うとしゃがみ込んで震える若頭をじっと見つめた。年がいくつも下の俺の言うことが聞けますか。え、質問に答えてください。俺の言うことを聞けますか。もちろんです。何でも言ってください。ペコペコと頭を下げる若頭に、うんと俺はうなずく。北村を若頭にしたまま俺を若頭補佐にしてください。彼の成婚を叩き直してやりますよ。もしも北村が俺の言うことを聞かなかったその時は若頭の地位を解任してください。俺が思いついた組のためにもなる仕返しは、俺を北村の補佐にしてもらって俺の言う通りにさせることだった。若頭の性格上、年下で補佐という自分より下の人間の言うことを聞くことは許せないだろう。本当にそれでいいのかい。君や新子組にした無礼にはあまりにも見合っていないが。心配そうな表情の会長に笑顔でうなずく。その代わり今回の件は親父には黙ってもらえませんか。きっと知ったら若頭を解任するだけでは済まないでしょうから。親父が会長のことを本当の弟のように思っているのを知っています。二人の仲をこんなくだらないことで壊したくないんです。俺の言葉に会長は涙ぐんで手を掴んできた。はあ、本当にありがとう、大輔くん。これからは私の息子として支えてくれないか。もちろんですよ。ぐっと会長と握手をすると、
俺は床に座り込む若頭へと近づいた。ポンと俺が優しく肩を叩くと、びっくりと若頭が体を震わせる。これから私が若頭の補佐になります。今までみたいに好きに行動はさせません。コクコクと首を縦に振る若頭に手を伸ばし、握手を要求した。俺の言うことを聞いてくれれば若頭のままでいられます。それに俺は組のために動くから安心してくださいね。若頭は俺の伸ばした手を握ると、こわばった表情で笑みを無理やり浮かべた。本当に申し訳ありませんでした。これからよろしくお願いします。若頭が心を入れ替えたとは思えないけれど、これからは俺の言うことにも従うだろう。もしも俺や会長を裏切れば、もう次はありませんからね。この竜王組の会長を支えるために改善すべき点はたくさんある。俺は若頭と握手をしたまま微笑んだ。幹部会から数年が経った。あれから俺は竜王組の若頭補佐として毎日頑張っている。周りの人は下っ端からの異例の出世に驚いていたが、会長と若頭の決定に異を唱える者はいなかった。それでは本日の幹部会を始めます。若頭お願いします。ああ、ありがとう。それでは今日の議題について説明する。あの無駄な幹部会も今ではしっかりと幹部たちの話し合いの場へと変わっている。毎回俺の提示した議題で若頭が進行して話を進めるようになっていた。部下への態度も都度注意をし続けることでかなり改善してきた。若頭は俺に指示を受けるたびに最初はイライラとした態度をとっていたが、突然ある日から急に素直になった。なぜ急に素直に言うことを聞く気になったのかを尋ねてみると、将来的に新子組の若頭になる小川さんに好かれた方が都合がいいと気がついたと悪びれもせずに答えていた。どうやら現実的に考えて、将来は竜王組の上位組織である新子組に戻る俺に対して仲良くしている方がお得だと判断したようだ。幹部会が終わるとすぐに俺は竜王組の会長のところへ行った。待っていたよ息子よ。嬉しそうにお茶を用意して出迎えてくれた会長に俺は笑顔で挨拶をした。部屋の中に入ると慣れた動作で椅子に座った。幹部会はどうだった？竜王組の会長は本当に自分の息子のように俺を扱ってくれていた。そのため会長の自室も頻繁に訪れるようになっていた。ええ、無事に終わりましたよ。詳細について説明しますね。ああ、大輔君の話は分かりやすくて助かるよ。目の前で俺の話に真剣に耳を傾けてくれる会長。俺はこれからも竜王組の会長のため頑張っていこうと心に誓った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。